愛知県の全国旅行支援が年明け1月10日から再開です大村知事はきょうの会見で今月27日で終了する愛知県の全国旅行支援いいじゃん愛知旅キャンペーンについて第2弾として来年の1月10日から3月末までの期間で再開すると発表しました割引額はこれまでよりも下がり宿泊や日帰りツアーでは最大3000円 交通付きの宿泊ツアーでは最大5000円となり、クーポン券の配布も平日は2000円となります。また三重県も全国旅行支援を来年1月10日から再開すると発表し、割引額は愛知県と同様となっています。